やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。イエーイ、ズバッとのズバッとです。たまに言わないとね。はい。で、やる気、元気、たまきは、やる気、元気、岩木信子さんのパクリです。いただいております。はい。さて、今日の題は、じゃん。菅前首相、政界引退説が出ていますが、っていうか、日刊現代だけなんだけどね、言ってるの。なので、とても怪しい説なんだけど、政界引退説なのか、はたまたまた政治家として活躍するのか、占ってみようと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしているので、ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄とあとツイッターに書いてあります。ツイッターで、今日はこんな感じよみたいなのが書いてあるので、受付状況がよく読んでお申し込みくださいませ。はい、菅さん、今までで一番似てんじゃん。今まで何回も菅さん書いてきたけど、だんだん洗練されてきたよね、似顔絵がね。もう迷いのない線で書けるようになったよね、玉木も。ということで、今後5年、本当はタロット占いって半年から1年のしか見れないけどね。私力技で10年先、5年先、10年先とかタロットさんにお願いして見たりします。でも長ければ長いほどそれは精度が下がるので、精度いつもよりだいぶ低いなっていう感じでちょっとお遊び程度で見てください。ちょっと期間が長いのでね。今後5年の政界での運勢。あと今後5年の総合運、5年くらい見ればわかるかなと思って、引退なのかまた復活して華やか、明るいところに出てくるのかみたいなのは、1年じゃまだわかんないよなと思って、なのでちょっと長めにいつもより設定しました。あと岸田さんとか岸田内閣への気持ち、この前さ、占い忘れたんだよ。いろんな、関係者のさ、岸田内閣への気持ちみたいなの、占ったじゃん、岸田内閣占った後編のとこ。そこで菅さん入れ忘れちゃって、ツイッターのフォロワーさんに、ご指摘いただいて、あー忘れたと思って、占います。で、自民党内部で、菅さんどういう立ち位置なのか、どう思われてるのかっていうのを占いたいです。はい。はい、まず、今後5年の政界での運勢。菅さんって衆議院議員？参議院？それすらわかんない。まあいいや。5年も先だとね、答え合わせも、みんな、できないよね。5年前の動画で探して答え合わせするってなかなかさ、前の方の動画ってどんどん格納されちゃうから、格納っていうか、検索に出てきて来づらくなるから。よいしょ。あー、5年後にはいないかな。ズバッと出ました。まずね、過去、どっから行く？過去って言ったけど、まあ、結論から言うと死神が出たよ。停止するみたいな。5年後には確かにいないかもしれない。どうかな？でもこんな強固でしょ？高市さんにつけばチャンスはあるかもっていう話かな。女教皇。誰か女教皇。高市さんじゃないかもしれないけど、とりあえず、女教皇的な人に、だと思うよ。女教皇になれ、菅さん女教皇よく出るけど、どうだろう。パッと思ったのは、女教皇につけって言ってるかなって思ったのよ。だから高市さんなり、その辺、誰かね、今後出てくるかもしれないけど、賢い女性、ね。だ河野さんとかじゃなくてよ。賢そうな女性につけば、この死神は回避されるかもしんないけど、今のままだと、政界引退は大いにあり得るね。で、過去ね、過去フードの逆、無知無計画、エネルギーの無駄な消費みたいなのが過去に出ちゃってます。そして今現在、世界を背景に法王の逆。気持ち、でもなんかね、気持ちは非常に穏やかよ。総理大臣辞めたけど、とても気持ちは穏やかで、もうやりたいことやろうみたいな、そんな感じがする。で、確かに孤立してるわ。日刊現代にね、なんか自民党に味方がいないみたいな記事が書いてあったんだよ。そうなの。菅首相、菅総理引退とか検索すると、その日刊現代のやつが出てくるんだけどね。周りに味方がいないと、自民党内に味方がいないみたいな記事なんだけど、確かに
孤立してそうな気がする。協力者がいなくて孤立するカードよ。うん、ね。で、近い将来、運命の輪なので、まあ、近い将来って5年無駄なってるから、1年後、2年後、1、2年後とか、そういうスパンの近い将来に、チャンスはまた来る。菅さん、大臣になってくださいなり、なんか、自民党のなんか、偉い立場なりね、うん、役員とか、になってください的な話は舞い込んで、そういうのに熱くんじゃないかな。なので一時的、これ、でも一時的な幸運なのよ。決定打じゃないの。一時的には、あ、菅さんまた出てきたみたいな。一年後に出てくると思う。それまでこの動画忘れないで。忘れるよね。私も、占い終わった瞬間忘れるからさ、毎日こんな撮ってると出てきそう。菅さんの立場、力の逆。なんか力の使い方が下手なんだろうね。で、周囲、これ周囲からの気持ちとか周囲の環境、好きだから、菅さん、ちょっと何考えてるのかわかんないっすよね、みたいな感じかな。まあ、後でちょっと自民党内部でどう思われてるか、具体的に見てみるけど、このカードを見る、ここだけで見る限り、菅さん何考えてるのかわかんないって思われてそう。可能性とかね、希望、こうなったらいいのにな、みたいな願望のとこはスターなので、高い目標を持って、多分何、なんか、引退して諦めようみたいなのは感じられない。あ、でもこれ力の逆か。やる気は若干なくなってるけど、でも、高みに行きたい欲はあると思うの。だがしかし死神を、それを回避するためには女強行についてね。つけるかな？どうかな？じゃあ、総合運。ホロスコープ法で総合運を見ます。ちょっとこれ、今回のホロスコープ法はお金とか、家族とか、そういうのは見ないで、ポイントだけ見ますね。はい、ズバッと出ました。総合運がね、暗いよね。陰者の逆。この5年エネルギーがあるかどうかというと、めちゃくちゃこの引きこもりそうな、メンタル的にこう、うつうつとしてるような、なんかもう、草葉の陰にいますみたいな。草葉の陰の使い方合ってる？なんか、陰にいますみたいなね、もう、隠れちゃって出てきませんみたいな。その背景にあるのがマジシャンの逆なので、発想力みたいなのがないのよ。アイデアとか。あ、じゃあ自分こういうことしたら、もっとこう、良くなるかもみたいな発想、まあ、努力の人だからね。4の人だからさ、コツコツ頑張る系は得意だけど、なんかこう発想するとかアイデアを出すみたいな、自分の人生どうしようかなみたいな、なんかそういうのが足りないから表に出れない5年みたいな全体的なキーカードね。あと仕事に関係あるところは お金でしょ。教養、知識教養みたいなのが良くないね。家族はいいよ。家族はとてもいい。名誉、名声、人気運。それはね、でも力のカードだからいいのよ。うん。仕事運はいい。国民からの人気みたいなのも、そんなに悪くないと思う。そこそこ評価されるんじゃないかな。地味だけどね。あんまり表に出ないかもしれないけど、地味だけど、ちゃんと評価はされそうな気がする。ただ、この、グループの中での人間関係とか、付き合いとかね。うん、それこそ派閥とか、そういうのがダメなのよ。節制の逆なので。なんかその辺の人付き合い、コミュニティでうまく上手に立ち回るみたいなのが、むちゃくちゃ下手そう。あと、健康運のところもちょっと心配かな。フールの逆。これもすっごい悪いわけではないけど、健康運。まあ、いいか悪いかで言うと若干注意した方がいいかな、くらい。で、まあ、このくらいか、関係あるの。で、まだ、秘めている潜在能力的なところは悪魔の逆なので、この、ご自身のさ、悪循環から抜け出す方法、抜け出すとか、もっと明るいところに行くとか、そういう能力、潜在能力は持ってるのよ。もっと明るい、華々しいところで、働くとかね。あとは悪い人間関係断ち切って、今輝いてる人たちとつるんでみたいな
可能性とか能力も持ってんだけど、できるかな、どうかな。全体的にね、さっきの死神とか、この陰茶のギャフとか見てると、パーッとしないで終わるかな、どうかな。じゃあ、岸田さんへの気持ち。岸田さんとか岸田内閣への気持ち。河野さんを応援しますって言ったんだけど、あれなんで、なんでってわかんないよね。ワクチン担当大臣として頑張ってくれたから。そういうギリがたいからかな。なんだろうね。新次郎氏と河野さんと大臣で、私と一緒によくやってくれました。ありがとうございます。みたいな、ギリがたさ、真面目さからなのかな。ね。憶測するに。岸田さんへの気持ち、全く予想できないわ。何出るかな。めちゃめちゃ大好きやん。めっちゃ好きじゃん。ズバッと出ました。大好きじゃん。なんか、気が合うんじゃん。本当は仲良しとかじゃない？もういいカードしかなかったよ。岸田内閣とか岸田さん、節制でしょ？もう、すごい穏やかな気持ちだよね。なんだろう。似てるのかな？真面目なこの誠実な感じとか。うん、似た者同士なのかもね。波長が合うとかね。死神の逆も、世界も力も、すべていいカードよ。これ実は裏で仲良しってことない？どうだろうね。このカード見るに、何の確執もないし、うん、何にも悪く思ってない。もうちょっとコミュニケーション取りたいなくらいに思ってる。取ればいいのにじゃあ。取ってんのかな？どうだろうね。じゃあ自民党内部で菅さんはどう思われてるのか。菅さんね、もう、とにもかくにも、口下手なだけだった。っていうか、まあ、それ、説明するのがね、大事なんだけどね。もうちょっとこう、説明できる人だったら違っただろうに。ズバッと出ました。なんだこれ！なんだこれ！ちょっと待って。女帝が正位置でさ、女教皇が逆なんだよね。はぁ。全体的なキーカードが死神の逆。死からの再生状態。自民党内部での評価は、死神の逆のキーカードだけ見ると、いいか悪いかで言うと、いいと思う。そんな日刊現代が言うような、まあ、仲間はいないかもしれないけどね。孤立はしてるかもしれないけど、悪くは思われてないと思う。一途でひたむきな人だなとか、探求心がある人だなとか、すごいくしゃみ聞こえたよね、今ね。旦那さんがよくくしゃみすんだ。よくくしゃみ入るんだけど。だから、うん。いいか悪いかだと、いい評価だと思う。じゃ、これなんだろう、女性のカードは出たわ。女教皇、解釈の一つとして、女教皇、さっきから出てるじゃん。女教皇についた方がいいよ、みたいな。女教皇から嫌われてるっていうか、こう、ちょっと距離を置かれて、女帝的な人との距離が近いとか、一つの解釈としてはね。二つ目は、菅さんが女性的な感じで、菅さんを表すカードで、優しい、思いやりのある、愛情深い人だ。愛情深かったけど、ちょっとこう、論理的に考えるとか、冷静に、筋見下で、ロジカルに考える能力が、ちょっと足りなかったかなっていう。足りなかったというか足りないかなみたいな。そういう感じかな。そっちの方がしっくりくるね。多分優しい愛情深い人みたいな感じには思われてるんだろうな。ただ、したたかさがないみたいな。計算高さとか、したたかに生き抜くみたいな。そういうのがちょっと足りないんじゃないかなって思われてるかね。優しすぎたんだよ、菅さんみたいな。そんな感じに思われてるかな。あと、釣り人でしょ？もうひたすら耐える人、我慢、忍耐の人だな、みたいな感じよ。評価として悪くないよ。悪くないけど、みんななんか、この全体を見ると、同情感が否めないよね。ああ、菅さん、いい人なんだけどさ、優しくて、こう思いやりがあって、こう人の気持ちが分かって、すごいいい人なんだけど、すごくいい人なんだけど、
自分の中で全部我慢しちゃうし、したたかさが足りない。政治家としてはもうちょっと残念かな、みたいな、同情感。ね。そんな感じかな。はい。以上になります。菅さんについて伺いましたが、どうだったでしょうか。なんか自分の中で、もう今回は、ちょっとしっくりきた。うん。はい。では、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけん。ほい、チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。